Hello everyone, welcome to my channel English with Yuki. My name is Yuki, I'm an English instructor from Ginza Rakuchō Language. みなさんこんにちは。この動画は英会話スクールリンゲージの公式ビデオチャンネルです。本日は銀座有楽町講師ゆきがレベル1ユニット2レッスン1ベイビートークのスライドとテキストに沿って解説をしていきますので、ぜひ復習にご活用ください。英会話スクールリンゲージでは会話中心のレッスンを行いますので、レッスン中に文法の解説は行いません。この動画はもっと英語を知りたいと、文法を分かりたいという方に見ていただきたいと思います。それでは早速解説をしていきますので、スライドもしくはテキストのご準備をお願いいたします。さて、このストーリーはニーナの赤ちゃんのシェリースのおもりをウェイトレスのウェンディがしているというところから始まりました。そこへウィリアムがやってきて、ウィリアムとウェンディはシェリースに話しかけます。このストーリーを誰がどこにいるのかというところに注目して見ていっていただきたいと思います。早速はじめのポイントになります。こんなフレーズがありました。 Where is Sherry's? ウェンディがどこに、シェリースはどこかなというような質問をしています。そしてこんなフレーズがありました。 Has she gone to the movies? このフレーズですね、単語のページにもなっていました。 Go to the moviesですね、意味は映画館に行って映画を見るというような意味です。そしてこの単語のページの一番下の質問にこんな質問がありました。 How often do you go to the movies? ですね、 How often というふうな聞かれ方をしているので、どのくらいの頻度で映画館に行って映画を見るかという質問です。この質問に対しての答え方は頻度の単語を、一言で返してくだされば大丈夫です。皆さんにはこの頻度の単語を覚えていただきたいと思いますので、こちらに準備しました。毎日映画館に行って毎日映画を見る方いらっしゃらないと思うんですけれども、一番頻度が高いのが一番下、そして頻度がない順に上に上がっていきます。皆さんと一緒に復習をしていきたいと思います。 Please repeat after me. Every day. Always. Usually.Often, sometimes, never. Okay, very good. はい、レベル2に、上がるという方ですね。Sometimes と一緒に occasionally という単語も覚えておくといいと思います。はい、この質問にはこのどれかで答えてくだされば大丈夫です。さて、この質問ですが、 Has she gone to the movies? というふうに聞かれているので、 Has で答えなければなりません。 Has で聞かれたときは Has で答える。 No の場合は No, she hasn't。 このストーリーにもありましたようなフレーズです。もし Yes の場合ですと Yes, she has という言い方になります。 Has で聞かれたので Has で答えるようにしました。そこへ、ウィリアムがやってきます。そしてウィリアムが Good morning, Wendy というふうに話しかけます。さて、ウェンディがですね、 Where's Sherry's? というふうに聞いていますね。シェリースはまだ赤ちゃんですので、I'm in the restaurant とかいうふうに言えないのでね、ウィリアムは、Sherry's is in the restaurant というふうに答えています。そしてウィリアムが、シェリースはどこなのというふうに聞いて、まあ、レストランですよというふうな、回答が得られましたけれども、ウィリアムのもっと聞きたいところ、もっと、質問をしたいところというのが、The question is の後ろにあります。 The question is、 こちら単語のページにもなっていまして、 The question is…… というふうになっていますけれども、僕が話し、質問したいのはねという引きつけてから is の後ろに来るものを質問します。ある生徒さんがなんで The question だけじゃダメなのというふうに、質問してくださいました。 Is がいるのいらないのということなんですけど、この場合は Is をつけていただきたいと思います。なぜなら僕が聞きたいことは Is 以下のことなんだよという Wa の部分が Is に当たるので、含みを持たせて、僕が聞きたいことは Is の後ろを聞きたいことというような意味なので、この場合はですね、 The question だけではなくて The questionIs、 ここがメインの聞きたいところだよっていう、間を持たせてから言いたいので is が必要になりますね。 The question is の使い方でもっといい例はないかなというふうに思ったんですけれども、例えば私まだカナダの大学生で3年生なんですけれども、よく友達とかにカナダに帰るのなんていうふうに聞かれます。
帰るか帰らないかの問題ではなくて、私の問題としてはいつ帰るかってところなんですね。なので Are you going back to Canada? なんていうふうに聞かれても Yes, I am going back to Canada なんですけれども、 The question isWhen I'm going back to Canada なんですね。なので、帰るか帰らないかではなくて、もっとこう質問重大なところはっていうふうにこう言いたいときにですね、 The question is と言って引きつけてから本当の問題のところを提示したいというときに使えるフレーズなので、なんとなくあのニュアンス分かってくださったでしょうか。もっと大事なところはねというのを The question is なんていうふうに言います。この場合のウィリアムの会話でもそうですね、シェリースがどこにいるかっていうよりも、むしろシェリースって誰やねんというようなところを聞きたいので、 The question is Who is Cherise? というふうに言ってるんですね。さて、シェリースの、は誰かという質問の答えなんですけれども、 Nina's baby というふうに言っています。こちらですね、なぜニーナの後ろに図がつくかっていうところですね。こちらもまた代名詞というものになりますけれども、ニーナのベイビーということで、ノーがつく場合はですね、ニーナズベイビーにしなければいけないので、気をつけてください。私の赤ちゃん、マイベイビーですね。ではあなたの赤ちゃんだと Your baby ですね。じゃあ彼女の赤ちゃんだとHer baby ですね。彼の赤ちゃんだと His baby ですね。私たちの赤ちゃんだと Our baby ですね。じゃあ彼らの赤ちゃんだと Their baby ですね。じゃあニーナの赤ちゃんだと Nina's baby です。こちら代名詞という、文法になりますけれども、ちょっと解説を概要欄のところに入れておきますので、もっと知りたいという方、あのビデオの下のこうプチッとこう押すとですね、文章が出てくるところに詳しく載せておこうと思いますので、もっと勉強したいという方はぜひ見ていただきたいと思います。さて次のページになりますと、ニーナはどこなのという質問になります。 Where is Nina? と聞いていますね。そしてこんなフレーズがありました。 She is at a meeting というふうになっています。 at を使っているところ気をつけてください。 Meeting に行っているよ、いるよという意味ですね。いるよということです。Children's Center という風なのが、単語になっていました、日本語にすると児童館とか託児所みたいな風なところになると思うんですけれども、つまりニーナはそちらで、ミーティングをやっているということですね。なのでニーナはミーティングに行っちゃったんだということで、こんなフレーズがありました。 Nina's gone to a meeting。 そしてウィリアムがなんでシェリースはお家にいないの、それとも Children's Center に行かなかったのという風に聞いてると、ウェンディーがNina's babysitter is sick というふうに言っています。皆さん、シックとかベビーシッターではなくてベビーシッター、スイッターとか、sick なので、巣に小さいイがつくような、音になりますので、ちょっと心がけていただきたいと思います。そして最後のポイントになります、Can I help you? というふうにウィリアムがお客様に向かって、言っていました。Can I help you? というのは何かお手伝いしましょうかというような言い方で、お客さんに話しかける、決まり文句になっていますので、このまま覚えましょう。 Can I help you? というふうに言います。ある生徒さんが Can I help you? でもいいし、 May I help you? でもいいの、 May I help you? の方を聞いたことあるんだけどとおっしゃってくださいました。両方大丈夫です。いい質問です。ただですね、 May I help you? の方が少し丁寧に聞こえますので、 Can I help you? の方が少し、なんでしょうね、カジュアルな気がしますけれども、どちらでも大丈夫です。私の方からストーリーでは以上になります。エクササイズと、ダイアログの間にフリートークでこんな質問がありました。 What did you like when you were a child? というふうに言ってますね、またいい生徒さん、生徒さんの質問がありまして、 Child と Children's Center の Children はどう違うのというふうな質問をしてくださいました。 Child が、一人の子供のことです。 Children が多い、子供のことです。ペンに置き換えて考えていただければいいと思うんですけれども、ペンが1本の場合は A pen というふうに言いますね。ただペンが many 多いとき many pens になるかと思います。 A pen が pens に変わりました。ただ
ャイルドの場合はですね、こちら例外になっているので、チャイルドに S をつけることができないんですね。ペンがペンズになったようなルールは適用できないので、チャイルドの場合はチルドレンに変わるよっていうところですね。しっかりご確認ください。いい質問でした。このお話ですね、私の文法のレッスンでしていますので、もっと勉強したいという方はこちらのリンクから見て勉強してください。それではエクササイズに参りましょう。まず最初に言わせてください。このエクササイズですね、もっぱら2つの言い方だけ勉強します。1つ目の言い方ですね、誰々がどこにいるかという言い方の1つ目なんですけれども、アットを使って、そこにいるよというバージョンの方ですね。なので例えばニーナどこなの、 Where is Nina というふうに聞かれたら、1つ目、 She is at a meeting というふうに、ミーティングにいるよという、いる、とどまってるというバージョンが1つ目。こちらはアットと一緒に使います。そして、もう一つですね、2つ目の言い方なんですけれども、ミーティングに行っちゃったよというような、ちょっと動きを表す方ですね。こちらの2、これが2つ目の言い方なんですけれども、それが She's gone to a meeting といって、 to を使ってその人がどこどこに行ったというにの部分を表す to、 このもっぱら2つだけの練習を繰り返し、言っています。なので皆さんも復習するときに、この2つの文章を念頭に入れていただいて、でどこどこに行った先、もしくはどこどこにいるよの、そのどこどこの単語もしっかりと知っておく必要があるというわけです。ただ難しいことはありません。この2つだけになります。なので1つずつ見ていきますと、例えばトニーはどこなんていうふうに言ったら、1つ目の言い方は、トニーは男の人なので he に変えますね。そして he'sAt で言う場合、 He's at a conference。 でもう一つ、カンファレンスに行っちゃったよという動きを表すバージョンが2個目なので、 Tony's gone to a conference というふうに to を使っていますね。では皆さん、サイモンでやってみましょう。サイモンはヒルトンホテルにいます、もしくは行っちゃいました。なので1つ目の方は He's at the Hilton Hotel ですね。で、行っちゃったバージョン、to を使います。こちらが、He's gone to the Hilton Hotel ですね。はい。では次、Carl でやってみましょう。Carl は仕事にいます。もしくは仕事に行っちゃいました。一つ目のバージョンは、at で使うので、at で言うので、He's at work ですね。で、もう一つの方は、行っちゃったバージョンで、行き先を表すので、to を使いますね。He's gone to work です。はい、大丈夫でしょうか。本当に 2種類だけですね。エクササイズがどんどん進むと、まあ、いろんな人がどこにいるのかっていうのを説明するようになります。そして、ニーナどこなのと言って、ニーナはミーティングに行っちゃったよ、行っちゃったよという、行き先を表して行っちゃったよというバージョンです。Nina's gone to a meeting。 丸2の方で言ってますね。で、ミーティングはどこなのというふうに聞いています。チルドレンズセンターでやっているので、The meeting is at the children's center というふうになってますね。じゃあ今度ケビンどこなの。ケビンは歯医者さんにいますバージョンです。なので1か2かっていうと、とどまってるバージョンなので1でいきます。なので at でいきますね。なのでケビン is at the dentist です。じゃあ今度ウィリアムがローガンエアポートに行っちゃったバージョンです。 He's gone to Logan Airport になりますね。はい、皆さん大丈夫でしょうか。このもっぱら2つですので、1番はもう一度まとめますと、at を使う、そしてそこにとどまってるバージョンです。2番は、行き先を表す方なので to を使うバージョンです。こちらも、の2つになりますので、しっかりと覚えておいてください。それでは私の方からレベル1、ユニット2、レッスン1の解説を終わりたいと思います。復習をしっかりとして、また来週対面のレッスンで、もしくは Zoom のレッスンでお会いできるのを楽しみにしています。 Thank you very much for watching. See you next time. Stay safe.皆さん、この解説動画を見ていただきありがとうございます。このビデオがいいなと思いましたら、いいねのボタンとチャンネル登録をお願いいたします。
また何か質問がありましたら下のコメント欄に、質問を残してください。なるべくお返事できるようにいたします。それでは見ていただきありがとうございます。 Thank you very much for watching. See you next time.